ドジャースの大谷翔平投手がマーリンズ戦に1番 DH でスタメン出場。第1打席でレフト前ヒットを放った。すかさずスタートを切ると、今季49個目の盗塁を成功させ球場を沸かせた。快速を飛ばして決めた盗塁に敵地放送局も大興奮。バリースポーツフロリダの実況、ポール・セベリーノ氏は大谷が行った二塁への送球がそれて三塁に向かった。大谷は足で試合に影響を与えるとコメントした。続けて今夜50-50を達成できるか考えている人にために、1試合で2盗塁したことが今シーズン9試合もある。複数本塁打の試合も、2試合ある。過去の記録を引き合いに快挙達成を心待ちにしていた。とりあえず今日もう一つ走って、まずは盗塁を先にクリアしちゃいましょう。そしてあとは本塁打のカウントダウンで、最後は豪快に決めてもらいたい。今日一気に達成してほしいけど、それだと残りの打席で2ホームランと少なくとも出塁しなきゃならないから無理か。ホームランと数が離れすぎないように調整してるな。早いとこ盗塁はクリアしたいな。最下位マリーンズなので、開き直って大谷翔平の記録が見たいってところだろう。もはや敵味方関係なく、大リーグ史に残る偉業だから、みんな応援してほしい。盗塁されると分かっているのにアウトにできないくらい早いんですね。50盗塁は間違いないのであと2本の本塁打に集中。大谷さんの記録ももちろん期待しちゃいますが、とにかく勝ってほしい。チームの勝利があってこそ大谷さんの記録もより一層際立つと思います。頑張れドジャース。期待するしかないでしょう。ここまで来たんですから、頑張ってください。プレッシャーに負けるな。50盗塁は今日やる予感。今日中に50-50行くかも。